ショータイム二刀編の友人屋です。隊長です。隊長でございます、はい、うん、ちょっと準備しますね。はい、ちょっと準備します。すいません、はい、ちょっと準備、すみません。そう、この10年の間にすっかり人間が変わってしまったよ。それもそのはずさ、働きすぎたからな、ばあさん。朝から晩までのべつ立ち通しで休む間もありゃしない。晩は晩でケットの下に縮こまって、今にも患者から呼び出しが来やしまいかとビクビクしている始末だ。この10年の間、私は一日だってのんびりした日はなかった。これじゃ老けずにいろという方がよっぽど無理だよ。おまけにさ、毎日毎日の暮らしが退屈でバカバカしくて鼻持ちがならないと来ている。ずるずると泥沼へ引きずり込まれているみたいなものさ。ぐるりにいる連中と来たら、どいつもこいつもみんな妙ちきりんなデクノモーばかりだ。ああした連中と2年3年と付き合ってみるがいい。知らないうちにだんだんこっちまで妙ちきりんな人間になってしまう。これは所詮どうにもならない運命だよ。はい、ん、あ、すいません、はい、これはですね、うん、あの私最近あのドライブマイカー、はい、アカデミー、うん、カンヌでも賞を取っておりますが、はい、そのドライブマイカーが、はい、アマゾンプライムで見れるようになったんですよね、はい、でよく出てきます、はい、で、はい、まああれ去年の映画、2021年の映画なんですけど、はい、見れなくてですね、はい、見たい見たいと思ってたんですけども、うん、というのは、うん、まあ、私、うん、幸運なことに、はい、村上春樹さん、はい、これあの女のいない男たちっていう小説なんですけど、うん、基本村上春樹さんの小説は、うん、ほぼ読んでる、はい、大学生ぐらいから、はい、なのでドライブマイカーあったなと思って、うん、2016年の本なんですねこれ、はい、ちなみにこのドライブマイカーっていうのはこの、うん、女のいない男たちという小説の中の一つ、はい、うん、短編集なんですけど、はい、の一つでそれを映画化したものだというもので、はい、うん、で、まあ、短編集なので6個入ってるのかな、はい、その中で、まあ、全部その主人公は男性で、うん、全ての話がその女性がいなくなっていく、離れていくっていう話なんですね、はい、うん、で今回のそのドライブマイカーもそんな喪失を描いたもので、はい、監督がドライブマイカーの監督が、うん、浜口竜介さんという方ですね、うん、でまあ、そのドライブマイカーっていう小説が本当にあの短編なので50ページぐらいの話なんですね、はい、うん、で、あ、見よう見ようと思ってパッて見たら3時間あるんですよ、うん、はい、ドライブマイカー、うん、え、あれ短編50ページで、うん、その忠実にやったとしても、うん、50ページだよって、うん、まあ、そんな忠実にやっても1時間とかで済むんじゃないと思ったら3時間、うんうん、で見てみるとですね、うん、もう非常によくできてた、うん、あのこのドライブマイカーっていう話が、はい、あの題名になってるんですけど、はい、この女のいない男たちの中に収録されている、うん、ドライブマイカーとシェーラザードと、はい、あとキノっていう話があるんですね、うん、多分それとあと、独立機関っていう短編集、はい、あの短編が収められてるんですけど、うん、それを全部キュッと、うん、キュッとまとめて、うん、まとめつつ、うん、そのドライブマイカーっていうのは、うん、主人公が、俳優、はい、で、その話というのは主人公の俳優は、うん、結婚していた、はい、で結婚していてその奥さんは女優、うん、で結婚していたがその奥さんが死んでしまった、うん、でその死んでしまったっていうその俳優と、うん、その、俳優が移動するときに車を使うんですけど、うん、それの運転手となる女性との交流を描いたものなんですね、うん、
でその中で、まあ、その俳優はですね、うん、車の中で劇の練習をしたいっていうので、はい、その演劇が演劇で演じているというのがこのチェーフォフのワーニャおじさんという話なんですね、はい、うん、でこの映画のドライブマイカーは、うん、そのチェーフォフのワーニャおじさんっていう話を上手にその乗っけた感じ、ワーニャおじさんの登場人物の、はい、うん、なんて言うんだろう、心情とか、見た目とか、うん、その辺を上手に乗っけて、うん、現代劇にした感じなんですね。うん、ってすることでその村上春樹さんって、はい、よくなんかその春樹節とかね、はい、要はなんかデタッチメントなんて言われるんですけど、うん、要はなんかその常に主人公は、うん、巻き込まれる側、はい、でそのいつもそのわちゃわちゃしている人たちを、うん、やれやれって見ている、うん、でそこに巻き込まれていって、巻き込まれていきながらも、うん、その中で上手にどう振る舞えば僕はいいんだろう、はい、みたいなので、乗り切っていくような、うん、で最後もなんかクールに終わる感じ、うん、で常に甘える女性がいる、甘えられる女性がいる、はい、なんて言うんだろう、神的な、うん、女神的な女性がいて、はい、っていうような話が多いんですね、うん、でよくなんかその批判として巻き込まれとるだけやないかとか、うん、責任を取ってないとか、うん、女性に、うん、なんて言うんだろう、そのよしよしっていうのを、うん、女性にだけ求めて、うん、君は何も責任を取らないのか、うん、みたいな言われ方をする時があるんですけど、うん、今回のこのドライブマイカーに関しては、うん、このワーニャおじさん、チェーホフのワーニャおじさんをの上になんて言うんだろう、乗っけることによって、はい、うん、これまでの村上春樹にない、うん、あの村上春樹を上手にリスペクトしながら、うん、それまで批判されていたような、うん、結末もちゃんと補えている映画で、うん、はい、もう思わずその、うん、涙をこらえるのに必死で、うん、よくできている、うん、それは映画が、映画が、いや今回のこの女のいない男たちも、うん、小説としてはまあ、僕が男性なので、うん、非常に面白かったんですね。それはやっぱり村上春樹っぽい感じ、小説は、そうですね、うん、そこを映画は上手に上手にやってる、もう、うん、あの村上春樹の世界観もちゃんと保ったまま、うん、あのよくある批判がないような、よくある批判も上手に、村上春樹さんだったらこういう風に考えてるよね、うん、だってワーニャおじさんって出てくるもん、うん、みたいな感じで上手に救っている、うん、でよく僕がここで言うじゃないですか、はい、なんかこんなタイプ論とか学んだって、うん、結局、うん、その、あの僕がこういう人間です、うん、で社会はこういう風です、うん、分かったと、うん、じゃあその僕はこういう人間だ、うん、社会はこうだ、それは分かった、うん、じゃあ僕はどうすればいいのってよく聞くじゃないですかはい、はい、これ毎回僕聞きますよね、うん、これの結論、うん、結論なんかあります？結論が、はい、うん、あったあでもこれが僕はここで言ってしまうと、うん、ネタバレになるんですよね、うん、いやこれはなんて言うんだろう、ワーニャおじさんっていうチェーホフの戯曲、うんうん、の説明ですっていう話ならいいんですけど、うん、それをなんかね映画の中で本当にこの、うん、あの冒頭に申し上げた、はい、このワーニャおじさんの一節、うんうん、全然記憶ないですけどね、要は、はい、19世紀後半のロシア、はいうんうんはい、貧困の農村の苦しさの愚痴を言ったんですね、うん、要はお医者さんのセリフで、うん、要はもう周りはデクノボばっかりだと、うん、で要は人間らしい感覚を保とうとしても、うん、周りがデクノボばっかりだから、うん、2、3年もここにいると、うん、俺までデクノボになっちまうみたいな、うんうん、でまあその出てくる女性もなんかみんながすぐに、うん、なんて言うんだろう、私に愛の告白をしてきて、うん、しようしようみたいなことを言ってくると、うん、もうけだものばかり
周りはけだものばっかりだみたいなの中で愚痴をこぼすようなところで、まあ、どうやって生きていくかっていう結論がこの周りおじさんで描かれるんですけど、それが僕がよく言うどうすりゃいいんだよの結論と一緒でした。なんでドライブマイカーおすすめですし、あの言わせてもらうと、僕の中では、あのこれ村上春樹さんの1991年の小説、ダンスダンスダンスなんですけど、あこれはドライブマイカーじゃなくて、ワーネおじさんとダンスダンスダンスだって思ったんですよ。ちなみにこのダンスダンスダンスで、有名なセリフがですね、踊るんだよと、音楽が鳴っている間はとにかく踊り続けるんだと、踊り続けるんだ、なぜ踊るかなんて考えちゃいけない、意味なんてことは考えちゃいけない、意味なんてもともとないんだ、そんなことを考え出したら足が止まる、一度足が止まったらもうオイラには何を何ともしてあげられなくなってしまう、あんたとのつながりはもう何もなくなってしまう、永遠になくなってしまうんだよ、そうするとあんたはここの世界で生きられなくなってしまうみたいな、ちょっと神様みたいなのが出てくるんですけどね、要は僕は上手に踊れているだろうか、踊るんだよ、意味なんて考えちゃいけないみたいなのが出てくるんですけど、これだなって感じです。わかんないです。ぜひ見てください、ドライブマイカー。感想が違うのが来そうです。あ、もう絶対来ないです。もう自信がある。本当ですか？自信がある。だって僕タイプ、自分がこうしてこうすればいいっていうのが知りたい感じです。あ、でそれの、僕の中では結論がワーニャおじさんので感情じゃないですか。はっと思ったみたいなことは僕多分今までそんなにないですもんね。あの皆さんブログ書きましょうとか、はい、マーケティングのためにこれしましょうって言われた方が、はい、あそれが必要、違う違うってなる感じなるタイプですもん。あのチェーホフは言うよ。でもそれ金稼げないじゃんってなるじゃないですか。チェーホフは言う、はい、あの最後の最後でね、言うんですよ、チェーホフが、はい、ソーニャに言わせるんです、はい、読んだらこれネタバレになっちゃう。おすすめ、はい、はい、で違うんですよ、これはあのタイトルと違うっぽいって言ってるんですけど全然違うくない。要は僕たちはこのタイプを知ってね、はい、あとはどうやって生きていくかなんですよ。そうですよ。でそれは違う違う、意味なんて考えていけないんだと。違わない。じゃあタイプ知らなくてもいいじゃないですか。あでも、タイプをやろうっていうのは、はい、意味を知った方が、あ自分ってどういう人間だろうねっていうのをちょっとでも知って、要はこれは上手に踊る方法ですもん、でそんなの考えるなっていうんですよね、で意味、要は踊る意味を考えちゃいけないっていうんです。上手に踊る方法は考えましょうよっていう話です。はい、で、あの意味は考えちゃいけないし、例えばね、意味を考えてうまくいかなかった、はい、うまくいかなかった時にどうすればいいかっていうのが次じゃないですか、出てくる。ワーニャおじさんにねめっちゃ出てきた。ダメだったら次ですよ。あ結局はね、そうなんです。結局はそういう話、それがねもう感涙、もうぜひね、はい、あこれはねアカデミー取るよ、カンヌも取るよって感じです、